大阪本社打ち合わせ風景、チームミーティング風景株式会社プラス PM はコンストラクションマネジメントサービスを提供する完全独立系の専門会社です。2021年4月に創業35周年を迎えました。教育施設や病院、工場、研究所、オフィスなど様々な用途の事業施設建設を支援していますが、特に病院、 医療施設の支援実績に富み、2019年には年間病院 CM 業務実績が日本一となりました。すべてはお客様の立場でという経営理念のもと、常に経営者の目線に立った提案とプロセスの可視化を第一に考えたマネジメントを実践しています。また、2021年2月には、プラス PMYouTube 公式チャンネルを開設し、 コンストラクションマネジメントについての理解を深める解説動画や病院建設計画におけるポイントをまとめた動画など建築の専門家、病院 CM の専門家としての YouTube 活動も行っています。1986年大阪のマンションの一室で設計事務所として創業。その後、老人ホーム、高齢者向け住宅のコンサルタント業務を経てコンストラクションマネジメント、 プロジェクトマネジメントを提供する専門会社へ業体転換。2021年8月現在は国内、国外合わせ4拠点でサービスを展開しています。本社、大阪府大阪市北区西店マニの八の五支店、東京都千代田区家事庁1の7の11マレーシア、16の16、レベル16、ウィズマウワ2、ジャランピノング、5450クアラランプは、 マレーシア・ベトナム、シックスティーンス・フロア、大波ビジネスセンター360キムマ、ストリート・ビエー、デン・ディストリックとハノイ・ベトナム経営の視点で、病院施設や福祉施設、学校教育施設、研究所、生産施設から、ホテル、商業施設など、事業施設の建設プロジェクトを対象とした、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、発注者支援を行っています。 ありがとうございます。